の色々あるかもしれないけど、あ今日はねあくまで青鬼の一試合なんで、あそこはねしっかり切り替えて、フェスもねしっかり切り替えてやるって言ってるんで、サポーターもねしっかりそういうテンションね後押ししていきます。なのでね皆さんどんどん声出してサポートしていきましょう。よろしくお願いします。告知だけさせていただきます。今日はキックオフ前にまずフォントの地震の件でですね、木刀があります。入場した後なんですけれども木刀があって、でその木刀の後みんなでクロスポントコールしたいと思います。であと試合終了後ですね、選手が外した後、熊本選手、一周するということなので、そこで、また再度、ロアストフォワードコール、行いたいと思います。ロアストフォワードダン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 って、皆さん大丈夫だと思って、そこだけ、意識の方よろしくお願いします。さあ、今日ね、ちょっと、気合い入れるために、真壁さんの方に、ちょっと盛り上げてもらいましょうか。後ろの皆さんも聞こえますかね、大丈夫ですかね。今日の試合こんだけレイトロさん、川端さんも協力でね、最高の雰囲気のスタジアム用意してくれて、これだけ多くの人サポーターだったり他のチームのサポーターが集まって、これだけ多くの、人で、今日試合できる最高の雰囲気、最高のスタジアム、僕たちが、いい兵器作ってやっていけば今日絶対結果として勝ち点3持ち帰れると思うんで、気合い入れてやりましょう。よろしくお願いします。でまずはじめに、本来であれば今日の試合は熊本さんのホームスタジアムでやる予定でした。これがおよそ1ヶ月前の地震でいろいろなことが大きく変わって、それからいろんなことがあって今日に至って今日僕たちここのスタジアムで試合するわけです。僕たちも数年前にね東日本大震災ということで震災の被害に遭って悲しい思い、辛い思い、そういう思いした人いると思います。僕たちその時に水戸ホリオックのチームはいろいろなチームの方だったりいろいろなチームのサポーターの方だったり支援を受けて今日ここまで水戸というチームになり立ってきたと思っているんです。その時に支援ということに関して強く思ったのが、継続的に支援することの大切さというのが僕ちょっと思ったんですね。支援の形というのは熊本に旅行する、九州に旅行する直接な支援でもいいと思いますし、今日熊本さんに向けて、支援グッズ売ってると思います。そういうふうなのを購入して、ね、支援に当てるっていうのも支援の形だと思います。要は毎日新しいニュースが生まれて古いニュースから順にどうしても忘れないがちですけど、僕たちがそういうことを続けていけば風化というものそういうものしないと思うんで、このね熊本さんの支援のゴールというのは熊本のスタジアムで水戸と熊本さんが元気な姿でねまた試合できることが復興の方だと思うんで、その時まで継続僕もやりますんで、ぜひ皆さん頑張っていきましょう。よろしくお願いします。これちょっと水飲ませてください、緊張するんで。さあ切り替えて今日の試合行こうみんな。さあ一発このスタジアムに響き渡るぐらいのミドボール見たら行こうじゃん。ミド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 。今日のスタジアム来てやはり多少ないとも少しやりづらさっていうのを感じた方もいらっしゃるかもしれません。僕も少なからずちょっとそういうのを感じたし、ただねそういうのってどっちで戦ってる選手たちはもっとそういうのを感じてると思うんですね。やりづらさ、いろいろ心理的な面から来るもんだってあると思うんです。熊本さん大事な試合だし、本来であればね熊本でやる試合だと思うんで、ただやりづらさを感じてる選手たちに